カマニュータウンの土地区画整理事業で開発された町並み土地区画整理事業とは日本においては土地区画整理法によって都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設または変更に関する事業である土地区画整理法自体は ドイツの法律やその他の法律を参考に作られた制度であるが、その後は国内で主に発展してきた。災害復興や駅前整備、郊外の宅地造成など多くの事例がある。ドイツで1902年制定のアディケスポーの場合、施行区域の35%までは公共用地として無償で公共団体が取得できるものとしていた。日本で 土地区画整理事業が行われる契機となったのは、1923年の関東大震災で、アビケスポーも参考とされた。消失区域に道路、公園を整備するため、土地の1割を無償提供するという案が作られ、地元から反対を受けたが、最終的に帝国議会が法案を可決し、実施できることとなった。また、 土地区画整理事業を全国的に広げる契機となったのは、戦災復興都市計画である。外区と各地については、1927年に内務省で土地区画整理審査標準を定めた。この基準によって、各都市で区画整理事業が進むにつれて、適当なのかどうか検証し実地にフィードバックできるようになり始める。一般に土地の価格は、 土地を購入するものと使用するものの見込み価値で、売買価格に肯定があるものとして価格が決められるが、土地区画整理事業の場合は、受益者負担、限界公用と、実費弁済の関係を勘案して、従前の土地評価額と勘地評価額が、科学的根拠に基づいて算定される必要があった。1919年に制定を見た、旧都市計画法では、 法が適用される都市計画区域の指定と、高知整理事業手法の順用を定めて、同法で区画整理事業を位置づけたが、1931年の高知整理法が改正され、これによって都市部における宅地化を目的とした高知整理は禁止され、旧都市計画法が適用されない地域は、土地区画整理事業が実施できないこととしていた。 この高知整理法改正の趣旨は、高知整理指向認可の地方長官、つまり、道府県知事の権限で、農商務省や、県の農政のための補助金を使用して宅地化することは、目的外使用である、ということだったので、法改正後は、事業者が、自らの買収済み土地を宅地化し高知整理を、実施することがしばしば見られた。1949年に、 高知整理法は廃止され、1954年、現行の土地区画整理法が交付された。ただし、第3条第4項で、旧組合は、全項の規定により、新組合となろうとする場合においては、総会の議決を経なければならない。この場合においては、総会の議決は、第10条の規定による、改正前の都市計画法第12条。 第2項において順位をする旧高知整理法第50条の条件を備えなければならないとしている。日本では都市計画法と高知整理法の二人三脚で区画整理事業を施行してきたが、過去には高知整理と宅地開発がうまく整合せず困っていたようで、現代でも建設と農政が二重投資をしていると、 会計検査院から指摘を受けたり、農業投資をしてきたのに活かされていないと指摘されたりしている。その後国財源で実施される土地区画整理事業である都市改造事業が創設される。この事業では、地区内の公共施設整備、特に道路整備に重点が置かれ、1956年から開始される道路整備5カ年計画で未開通道路整備に力点が置かれていく。 土地区画整理事業は大きく分けて都市計画における市街地開発事業として位置づけ都市計画事業として実施する土地区画整理事業とそれ以外の民間の開発行為として都市計画で定められた規制誘導に即して行われる土地区画整理事業とがある土地区画整理事業を施行するものは以下の通り法定されている施行者は 思考地区内の宅地について、勘地処分を行うため、勘地計画において、以下の事項を定めなければならない。施行者が、個人施行者、組合、区画整理会社、市町村、または、機構等の場合は、その勘地計画について、都道府県知事の認可を受けなければならない。都道府県知事は、勘置計画の認可の申請があった場合においては、申請手続きや、 完治計画の決定手続き及び内容が法令に違反している場合や、完治計画の内容が事業計画の内容と定職していると認める場合、以外では、その認可をしなければならない。認可等の広告後、完治処分の広告がある日までは、施行区域内において、事業の施行の障害となる、恐れのある土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、 改築、増築などを行おうとする者は、国土交通大臣志向の場合は、国土交通大臣、その他の場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。この規制は、仮管地であっても適用される。規制に違反して建築された、建築物等について、国土交通大臣または、都道府県知事はこれらのものに対して、相当の期限を定めて、 現状回復等を命ずることができる。道路、公園などの公共施設の整備のために必要な公共用地と事業費を生み出すために必要な保留地は、地権者から土地の一部を提供させることにより確保する。これにより土地が減少することを原部と呼ぶ。原部には公共用地のための原部、保留地のための原部があり、両者を合計したものを合算原部と呼ぶ。 土地収容の場合と異なり、現部そのものに対する金銭による保証はない。これは、事業のために現部を課されて、土地の評価が、地積の減少した分下がっても、事業の完成による、土地利用の増進があるので、結果としては、事業前と同じ評価となって、財産権を侵害しないという考え方による。施行者は、監知処分を行う前において、工事、 または、監知処分を行うため必要がある。場合においては、施工地区内の宅地について仮監知を指定することができる。仮監知を指定しようとする場合、個人施工者は、従前の宅地及び仮監知となるべき宅地の所有者、及びその他の使用、収益権者の同意を得なければならない。組合は、総会等の同意を得なければならない。その他の施工者は、 土地区画整理審議会の意見を聞く必要がある。仮管地の指定は、その仮管地となるべき土地の所有者、従前の宅地の所有者に対し、仮管地の位置、地籍、指定の効力発生日を通知して行う。仮管地が指定された場合、従前の土地の使用、収益権者は、管地処分の広告があるまで仮管地の使用、収益ができるようになり、 従前の土地の使用、収益権を失う。しかし、この時点では、従前の宅地の所有権を失うわけではなく、勘置処分の広告がある日までは施行者が管理する。ここで言う、使用、収益権者については、地上権、栄固作権、賃借権、七権は含まれるが、抵当権は含まれない。施行者は、必要があると認めるときは、仮生産金を徴収。 または交付することができる。土地区画整理事業によって、従前の宅地を新しい土地に変えることを、勘置処分という。勘地処分は、関係権利者に勘地計画において定められた、関係事項を通知してするものとする。その上で、都道府県知事が広告を行う。勘地処分は、別段の定めがある場合を除き、勘地計画にかかる区域の全部について、 工事完了後地帯なく、行わなければならない。広告の日の終了時において、仮勘地の指定の効力、建築行為等の制限、勘地を定めなかった従前の宅地に損する権利、事業の施行により講師の利益がなくなった、地域権は消滅する。勘地計画において定められた勘地は、その広告があった日の翌日から、従前の宅地とみなされ、 所有権等が移転し、生産金が確定する。また、保留地を施行者が取得し、土地区画整理事業の施行により設置された公共施設が別段の定めのない限りその所在する市町村の管理に属する。施行者は、監知処分の広告があった場合にはすぐにその旨を、監知計画区域を管轄する登記所に通知しなければならない。また施行者は、 事業の施行によって、施行区域内の土地や建物に変動があったときは、主体なく、その変動にかかる登記を申請、または食卓しなければならない。広告語であっても、この変動の登記をするまでは、原則として、施行区域内の土地や建物について、他の登記をすることはできない。適用例として、駅前広場やアクセス道路を整備する、ものサンリニア、山林や 農地などを宅地化するもの、規制市街地内の低未利用地を集約化するもの、工場閉鎖後などの大規模跡地を開発するもの、道路付近の狭い規制市街地を再編しようとするものなどのほか災害復興のために実施されるものがある。大正時代の旧都市計画法以来、2004年度末までに、 11808の地区で394484ヘクタールの事業が行われている。日本では大規模な災害を被った地域の災害復興を目的に公共団体志向を中心として実施されてきた。例えば、銀座大火が銀座レンガ街を知見を発行して全消失地域を買収し区画整理を行った後、休児主に 旧値段で払い下げるという布告で対処している。旧都市計画法制定までは法的制度として整備されておらず、災害復興にあたっての区画整理も地元有志と自治体などの任意事業である。1881年4月25日、1785個の家が消失する大火災に見舞われた福島市の 福島大火と呼ばれる大火の復興として、道路の拡幅工事などを進める、宿改制事業を実施した。公費7000円以上というその費用ほとんどを、鈴木サブロベーラ有力者の資材で賄っている。明治初期から北海道函館市は、大火が、相次ぎ、宿改制順序を定めて、福院12県の大通りや、工事6県の整備と沿道での石像連打作り、 土蔵や、車時の移転等を実施し、1879年12月の大火後でも、福音20件の道路、船化への融資等を実施しているが、以後1899年、1907年、1913年、1916年、1921年と、大火がありその都度消防力の強化と、防火道路整備、沿道船化促進が行われている。 1934年3月21日、消失面積400ヘクタール、消失24,186個、死者2,716人を出す火災が発生した。際に、北海道庁内務省は16日後、復興計画案対抗を決定する。土地区画整理事業による街路整備は、もちろんのこと力自体を配置して市外に、 防火ブロックを形成し要所に、公園や、耐火建築物を配置した。路線沿いの防火地区指定と不燃化促進、消防推理の強化、避難広場となる公園の整備など、体系立てて、防災を重視した、都市復興を計画した。函館の夜景はこの防火帯外路照明が織りなす、光の帯であるほか、函館西部地区の街並みが形成されていった。 この大火災3時からの復興は、同庁の都市に関わる職員ほとんどと、全国からの技術者の応援を得ながら、実質は、市が、施向者になる十の組合を結成し実施していくが、これは、この時点まで事業計画認可後すぐの、公共団体による施向は認められておらず、やむなく組合施向としたものである。函館大火の復興は、 ある意味ではそれまで何度となく、大化を経験していた函館市にとって、復興の総仕上げであり、いわば復興文化ができていたという言い方もされている。川越市も1638年に起こる関冷期の、大化でこの時に、川越城を拡張し、焼けの源となった、城下町二重家町四門前と言われる、城下町割を決定し、行政区画整理していた。 このため、川越大火では、建物の不燃化で、復興対象でき、今日の町並みを形成することとなる。1910年5月3日に、青森市では5000個余りが消失し、死者26名、負傷者160名の甚大な被害をもたらした、火災をきっかけに、火災に強い町を建設する、必要性を認識され、青森市建築取締規則制定のほかに、 市街地の区画整理事業を実施、広い防火網を完成させる。1919年に起きた横浜市大火では3100個、消失、宿懐整実施で、道路拡張、義援金で、市営住宅を74個建設し、被災者を優先入居させている。1919年、米沢市で起きた、米沢大火の後、市で、 区画整理を実施。現在も残る、基地底の蔵は区画整理をする前に立っていたため、拡張した表通り白布の街道をすぐ脇に立つように立ち、結果として、現在も、城下町風情を保つ景観を有する。1921年、消失面積2万坪、個数604個の四つや浅草地区の大火復興は、東京市の施行で行われている。 四ツ谷の事業は、災害復興で急報による、土地区画整理が用いられた最小事例とされている。他に復興事業を挙げると、関東大震災や八戸大火5月21日、八戸町、石岡大火3月14日、1934年の室戸台風、静岡大火、100ヘクタール規模などがある。1923年9月に発生した。 関東大震災による甚大な被害を復興するため、同年に発布された特別都市計画法では、帝都復興の事業として、土地区画整理事業を主として用いることとした。その後各地の戦災復興に利用されているが、この中には山手線の主要な駅前広場のほとんどが含まれている。1929年の宮城県9。 気仙沼町大火では895個6.5万坪の焼失で同年4月に旧法適用による建築船設定を行い、これに伴い高地整理法で復興の区画整理を実施。1931年、石川県山中町大火では温泉街の852個焼失し、同年6月に建築船指定と、 町独自で区画整理条例を制定し、復興事業を実施した。1933年からは、旧法の改正に伴い事業の適用を受け、1935年に、旧法に基づく区画整理事業として追認されている。1932年5月に、松江市で起きた大火では74兆、800個。 3.9万坪を消失し、組合志向で、面積13ヘクタールの復興事業が実施され、これが繁華街の東本町となる。事業費は、国補助はなく、市が負担した。同年10月に、石川県小松町での退化では、1100個が消失。このため町長を、組合長として組合志向で、面積1.0ヘクタールの復興事業を実施した。 1934年に、青森県脇の沢村で起きた大火では、集落大半が消失し、急法適用で4.8ヘクタールの事業を実施した。1934年の室戸台風による被害の復興に際しては、1935年4月、堺市志向の美保地区等の事業が、面積135ハ 同年5月兵庫県天ヶ崎市志向の王将地区が312.9波で災害復旧と臨海工業地帯造船を兼ねてという両社大規模に行われている。傍聴堤整備と臨海部の地盤笠上げを同時に実施。復興事業で活躍した技術者は戦後最大の土地区画整理事業を適用した戦災復興都市計画の中核として活躍することになる。 1938年9月に、富山県氷見町での大火では1500個消失し、長子向の復興区画整理事業を実施。1939年5月に、長野県揚松町での大火では1000個消失し、組合志向で面積5.5ハの整理事業を実施している。1940年1月15日、静岡市で昼間の大火が発生し、 中心部のおよそ100ヘクタールが消失した静岡大火では静岡県は16日中に内務省関係者と連絡を取り復興に着手し1月19日静岡市火災地区バラック建築規則により建つぼを制限して2月2日の都市計画地方委員会に土地区画整理と公園、街路、駅前広場 防火用水利施設を軸とした計画を提案し、2月14日に告示された。計画では、工場風の直角方向に36メートル幅、福音30メートル道路に路線を配置している。36メートル道路は中央に、幅18メートルの植樹体を起量側に9メートル幅の車道を取り、植樹体中央には幅3メートル。 深さ2メートルの水路を貫流させた、他市街地建築物法の緩和を取りやめ、防空建築規則を適用して、防火回収を特例したほか、墓地移転と上下水道、電力等の復興事業も合わせて行われた。この時防火回収を進める、パンフレット発行と現場での指導、静岡市復興建築省令金の給付なども行われている。 1944年に岩手県大船渡町での火災の復興は町志向で面積規模8.9%の区画整理を実施。1944年に起きた南伊勢湾地方大津波では尾瀬町他か町村で復興の区画整理を実施している。戦後でも大火災による被害の復興に際して行われている。 1947年4月20日11時40分頃、長野県飯田市の市街地南部から出荷し、春の南西風のもと理災面積約60ヘクタールの大火となった飯田大火では、翌21日早朝から復興への取り組みが始まり、飯田市火災復興都市計画事業が当日の協議により決定した。それを、理財区域関係連絡員に発表し、 実施測量を行い完了しようとしたとき突如、新中軍司令部から幹線道路の福音拡張が指示される。市と議会では、中央通り他に路線の拡張と、西北町線などに路線の道路交代をもって了解してもらい、復興計画を確定。全面的な土地区画整理のほか、段丘の突端の公園または緑地を設置し、3本の防火帯と中央に、 防火用水用に水路並びに貯水槽を設置する。用水、貯水池の整備、街路、公園等の公共地は市街地面積の25%程度で各地の裏海線を連続させ幅2メートルの通路を設けるなどの計画を策定している。当時は新中軍の支配下にあり、計画通り進行したが有名な リンゴ並木の街路樹の中学生たちの活動は1952年から始まる。1950年4月13日17時15分、市中心部の東端、海沿いの東町なぎさから出荷した熱海大河では、温泉街中央部10.1ヘクタールと、市役所庁舎が消失。当時の市長の総集月は、市会議員全員を連れて国会に行き、大臣室を借りて、 市議会を開くなど苦心して復興計画を作る。市街地全体13.7平方キロメートルを都市計画区域にし、土地区画整理を、理災区域の中心部約13.2ヘクタールと、駅前地道1.0ヘクタールに計画した。工房地区に T 字上延長420メートルの銀座通りと海岸通りを設置、道路の中心より15メートルを、 防火帯都市対価建築促進法を適用し、ほとんどの市街地に順防地区を指定した。銀座通りは当初は、福音は15メートル、沿道順防下で計画したが、土産物店舗外で拡幅への反対もあり、福音は9メートル、沿道工房地区とする。同じ年の8月1日、熱海国際観光温泉文化都市建設法が、交付される。 熱海は明治以降大化はなく、戦争中も空襲は受けなかったためか、戦後も新中軍の降落や遊覧客も増え賑わっていたが、温泉旅館などの木造建物が密集していた。開地がなく道路の拡張と新設が予定通りいかなかったことや、火災後も和風木造建築にこだわりがあったこと、中心部に緑地帯を確保できなかったこと、銀座通りが、 福音9メートルでは歩道もないことなどにより復興は部分的対処的であったという意見がある。熱海駅周辺では2度の耐火によって復興区画整理事業で駅前の交通の整備が行われている。渋滞で交通が麻痺し観光客や地元住民の生活にも支障をきたすようになったために熱海モノレールの設置が計画されたが実現にしなかった。 1951年には、小田原市万年地区に消失面積2.8ヘクタールの対価があり、復興対策として、周辺を含めた万年土地区各整理事業が実施されている。1951年から4度も事業を実施している。大館市は、その都度に広範囲の市街を消失。事業層面積は67ヘクタールに及ぶ。1955年、 奄美市では、なぜ市街地の大火を契機に、本格的に、土地区画整理事業による、市街地の整備を実施している。1952年4月17日14時55分、鳥取市の最南端、鳥取駅近く市の南端の市営道、源の温泉付近から出火して起きた、鳥取大火では、蒸気機関車の飛び火が原因とされ、フェーン現象下の強風に乗って、 市街地を焼き尽くし、理財面積50万坪という被害を出している。翌4月18日15時には建設省から、計画局長以下が到着し、鳥取県、市と協議して、鳥取市火災復興対策要項を定めている。復興計画の方針は、約55万坪の土地区画整理事業の、実施は笠街道と袋川を防火線路に市内を読む。 分割墓地移転と、母園公園造成館長ね学校等の不燃化などを、参加年で事業を行うものとしている。認可前であったが、土地区画整理に向けて、すぐさま基本測量を、東京の測量会社に発注し完地設計についても、兵庫県と東京の会社に委託、各社は、数十名動員して、作業に入った。退化後一週間ほどの調査結果をもって、 1952年4月26日付で、都市計画鳥取地方審議会に付し、5月2日には、建設大臣の告示を得て、県市に施行命令が出された。その後、バラックたちの木と、焼け跡ビルの措置、訴訟など苦労が多々あったとされている。この事業で有名なのは、防火建築体の整備で、街道と川で市内を4ブロックに区画し、沿道船運化を図った。 これは、大火建築促進法による、防火建築体造成事業の第1号でもあった。鳥取火災の復興は1943年の鳥取地震の復興の反省から円滑に進んだようである。1953年5月23日の江別大火は、町の中心市街地における火災で、消失した住宅は合わせて約250戸。 理災人口約1300人で大惨事となったため、これを機に、町内の家屋密集解消と外区内通路及び、防火用水等の整備で防災に対処した、市街地形成を目指して、復興に即応した。復興計画においては、幹線街路、避難広場を兼ね備えた、公園等を適所に配置し、建設大臣認可で自治体志向の土地区画整理を、広告。 公共現部率20.9%、住宅、菱湖面積5.0ヘクタール、保留地現部は行わず、総事業費850万円、公共用地率48.0%で、都市計画決定、1955年1月22日から、1956年9月までに、完治処分を実施し、都市計画道路0.9ヘクタール、 区画道路1.4ヘクタールを整備。1954年、北海道岩内町では、遠山ル台風による強風で、全家屋の80%を失う岩内大火に見舞われ、火災復興区画整理として137ヘクタールを施行した。1955年10月1日2時55分、新潟県教育庁木造2階建てから出火した新潟大火では、 台風の強風に煽られて、主街地5.8万坪が消失した。建設省は4名の議会を派遣し、2日には、県市を交えて、土地区画整理を、主にして、防火建築体などを含む方針を提起した。3日には、建築基準法84条による、建築制限をかけ、4日には、議会等の協議も経て、基本方針が決定した。 土地区画整理で、街路網の整備と水路の埋め立てによる、街路、緑地帯整備のほか墓地の整理による、公園確保、防火水槽の設置などの事業計画を立て11月21日には、大臣認可を得た。その後事業が展開されたが紛糾したのは、墓地の移転と公園化で、1957年9月10日に、半数の寺院が折り合改装広告が出されている。 1956年には、昭和31年台風第12号フェーン、減少などで、日本海側の野城市、あわら町、大館市、魚津市の魚津大火など大火が相次ぎ、いずれも土地区覚醒事業を主とした復興が迅速に行われた。魚津市は1943年に、市街地西部でも大火を経験し、中央通り商店街や村木地区は、 体下で消失した後に再整備された町である。なお、野城市は1949年にも83ヘクタール消失し、1956年が31.5ヘクタールを焼いた。この後野城市は、非消失地も含め土地区拡整理事業を推進した、結果今日、市街地面積のほとんどが基盤整備された町になっている。1957年、 新潟県分水町で0時50分頃、九造工事から出火、折からの西南12メートルの突風に煽られ火は燃え広がり、本町、栄町、朝日町、大竹の大部分が焦土溶かした、地蔵堂大火では住宅が密集し、水利の不便さ、消火機械の不足、気象条件の悪化と悪条件が重なった。このため大火また京都地区画整理事業が認可され、 市街地の道路整備が行われた。1961年に放火によって大規模火災に発展し1 0以上が全焼した青森県八戸市白銀町の白銀大火も災害復興を目的に区画整理事業が行われ現在の区画と住所表示となった。1965年に伊豆大島は大島大火により元町がほぼ全焼、壊滅。 東京都の復興事業により区画整理がなされ近代的な新しい街として復興を果たした。1971年に起きた鳥取駅前大化では最後まで区画整理事業が未着手であった鳥取駅周辺の整理を結果的に実施し、ここから市街地の道路整備や駅の連続立体交差化などが進められ、中心市街地の基盤整備は 昭和50年代には大部分が完了する。1976年10月29日17時40分頃に、坂田市の繁華街の一角の映画館から出火した、坂田大化では15.2ヘクタールが消失。残価がくすぶる31日早朝から、市役所において建設省と山形県、坂田市都市計画課などが一体となって、復興都市計画の作業が開始され、 鉄屋作業の末に火災3日後の11月1日、夜半復興都市づくりの計画概要が完成させた。この復興計画の原案は、坂田市都市計画審議会の了承を得たあと1週間後に、市民に公表された。防災都市の建設を目指したもので、幹線道路の整備、近代的な魅力ある、商店街の形成や住宅地の生活環境の、 改善などを挙げているが全体には、土地区画整理事業をかけ、商店街には、商店街近代化事業の制度を利用し、建物を、道から1.5メートル交代させ1.5メートル、分の日差しを指導に出して、歩道を広くし、全国に例を見ない、ショッピングモールが完成したほか、西側の外区の面積約1.2ヘクタールは、市街地再開発都市。 1977年4月21日に準備組合を発足させ12月に着工する。こうして迅速な復興都市づくりが行われたが、自動車の普及や経済環境の変化によって、間もなく中心部の商業不振と公害化という流れが押し寄せている。また阪神、淡路大震災等の復興に際しても、土地区画整理事業が行われている。 静岡県袋井市彦島にある案内板、大阪府では、早くから独自に、1871年に大阪府令として、道路を境愛ならしむからサルゲンに橋を発し、市町村と連携して、街路事業として、道幅整理を実施し、これは1940年まで継続した。また1910年に施行した、府内の今宮第一高地整理事業で、 日本最初の宅地目的の高知整理事業を実施した。高知整理事業自体は1870年に、現在の静岡県袋井市彦島の名倉太郎場が施行していたが、農商務省が高知整理に対し補助金交付を開始するのは1908年からである。そのため、埼玉県などは1901年から独自に補助金を交付、これは、 同年に県内の河野市町と上高村における高地整理を着工させるためでこの時用いられた方式は河野図式と呼ばれ以後全国的に用いられた。高地整理法は1905年に改正主管外排水事業まで事業対象を広げるが1909年法改正では管外排水が主目的となっていた。 戦前ではこのほか、広島などは、呉市で、海軍施設の建設に伴い、1887年に、呉港家屋制限法という県令を制定したほか、地元の村で、市外整理小説員なる人員を設置したり、市外地区長規約を定め、これに基づいての区画整理が1898年に、事業完成を見ている。また、新興工業都市の計画や、 軍都計画に際して、また駅前等整備の公共団体志向などは、東京市が1930年から1943年にかけて、郊外全域に、福音8から15メートル、総延長146キロメートルの生活道路網を都市計画決定し、土地区画整理事業を奨励する。これにより、郊外電車駅の駅前広場を含む、駅周辺の整備や、 練馬区平和台、氷川台地区などにおいて災害路網の整備が進んだ。土地区画整理事業は1919 19年制定の旧都市計画法で法的事業化を見たが、旧法では第12条に個人志向と組合志向、第13条に東京団体志向が歌われていた。小栗中七は、辞書 土地区画整理の歴史と法制で、旧法が法制化されて13条発適用の事業は1929年に丘の富山市神通、川廃川土地の区画整理としている。1883年、洪水問題をきっかけに、石川県から分離して、富山県が誕生。富山市では、当時の神通川の稼働が東に大きく曲折して、 洪水の原因となっていたため、1901年からの神通川の二次改修で、オランダ人技師ヨハネスデレー家の提案を受け直線、放水路を幅2メートル、深さ1.5メートルの細い水路を作り、洪水の力で土砂を削り新しい稼働を作り出す、派生津工法によって建設した。この工事の結果、1922年頃に、 現在の稼働、旧長谷小清水寺を新しい神津川とした。しかし、旧稼働が富山市街地を分断する形で残ることとなり、都市の発展に大きな障害となる。このためさらに県は1928年、富岸運河を新設支援線に工場を誘致、運河を掘った土砂で神通川の跡地を埋め立てて、新市街地を整備、残る土砂で東、 岩瀬港の岸壁、不当用地を整備するといった画期的な都市計画決定を行い実施した。この事業は富山県で初めての都市計画事業として1930年から建設が行われることとなった。その他は工地整備が主で組合を設立し事業を実行していく。結果事業に尽力した人々の努力により、 道路が整備され整然とした街並みができていくことになる。組合が土地を買い上げ整備後、所有者に売り渡すという方法が多く取り行われた。大阪市では、大阪駅前の約4ヘクタールの境いな駅前地区において、駅前広場の造成と仮称宅地の整理によるビル用、地整備が行われる。1937年以降になると、 戦時体制下の国土計画に基づく地域開発手段として、新興工業都市建設事業や駅前の再開発に土地区画整理事業が一層活用され、公共団体志向が増加していく。ただし、1954年に土地区画整理法が制定される前の、こうした事業では、旧都市計画法により高地整理法を順用して、土地区画整理を実施していた。 1949年のシャウプ税制勧告により、翌年に地方税法が改正され、都市計画税が一旦廃止された後、1956年4月地方税法改正で、復活したが、固定資産税のみに付加されたため、徴税範囲が狭まり、有力財源とならなくなる。このため、1956年3月の道路、 整備特別措置法と1958年3月の道路整備緊急措置法で制度化された、揮発油税と道路整備特別会計が都市整備の有力財源となった。1957年7月建設省計画局長を通達都市改造事業についてで都市改造事業基本方針を定めているが、 5ヘクタール以上の地区内における福音11メートル以上の街路整備を目的として土地区画整理事業を施行されることとなっている。こうして都市改造事業が制定されてからは1956年に第二阪神国道整備のために浜手土地区画整理事業と東京駅八重洲口駅前広場のための八重洲口周辺整備事業による広場整備が開始されている。 1957年から、博多駅周辺地区や名古屋駅、西口地区など4地区が採用されて、以降、国費によって、道路整備中心の土地区画整理事業が行われて、いくことになる。戦後からバブル期までの土地区画整理事業は、特に組合志向においては、日本の高度経済成長という社会情勢下で、 純粋な事業効果よりも、社会全体のインフレーションに伴う、地価上昇に依存した安定した、事業運営と権利者の利益傍受への期待から来る、モチベーションにより発展してきたと言える。しかしながら、バブル期以降の低成長期においては、デフレーションによる、地価下,下落や、保留地販売の不振の影響により、事業採算が確保しづらい状況となった組合もあり、 経営破綻に陥った例もある。これら組合においては、地権者からの付加金徴収などの再検索が取られる場合があるが、実際の徴収は困難な場合が多く、特定調停や民事再生などの法的整理を申請した組合もある。ただし、すべての組合が破綻しているわけではなく、適正な事業運営を行っている組合や、 昨今の地下回復傾向の影響により順調に進められている事業もまた多い。いずれにしても、土地区画整理事業は外的経済の影響を受けやすい収支構造を持っているといえ、低成長型の経済情勢下において事業の仕組みを構築する転換期となっていると考えられる。施行者側からは、現部により土地の面積は減っても、 周辺の基盤整備が行われて土地の利用価値が増し土地の価格も上昇するため資産価値は減少しないという説明がなされる場合が多いしかしながら事業外要因であるデフレーションなどにより土地価格が下落し結果的に資産価値が減少する場合がある一方事業内要因のみによっても整理後の宅地全体の資産価値が 整理前と比べて減少するケースもある。この場合、土地区画整理法第109条の規定により、原価保証金を支払うことになるが、実務上、原価保証金で整理前において、原価保証金を交付することに変えて、宅地を先買いする手法が使われる。先買いすることで、各宅地の原部は緩和でき、整理後の宅地の資産価値が、 整理前より減少しないようにできると考えられている。浜松市中区の上島駅周辺土地区各整理事業において反対する知見者が同市に対して事業計画決定の取り消しを訴えた行政訴訟の上告審で最高裁判所大法廷は2008年9月10日事業計画決定は行政処分であるとの判決を下し事業計画決定は 行政処分とみなされず、取り消し訴訟も認められないとする1966年の最高裁判例を変更した。ただし最高裁判所判決は、訴訟要件性なしとして却下した下級審判決を破棄して、実質的審理をさせるために一審へ差し戻した判決であり、当該都市計画自体の逃避を判断したものではなく、そのため、市役所側の代表者として、 都市計画部長、柴田国広は、粛々と事業を進めていくと、事業の継続と実施を表明した。判例変更により、土地区画整理事業に対して早期に、計画決定取り消しの訴えを起こすことができるため、住民の意思により無駄な公共事業を差し止め、早期の段階で司法の行政に対するチェック機能を、働かせることができるようになる。されえ第一心が、 静岡地方裁判所において、平成23年2月25日にあり、地裁は、浜松市の事業計画決定が、裁量権を逸脱、乱用したものではないとし、地権者側が敗訴した。駅前の密集地域などで、町並みの整備を行おうとしても、敷地がすでに強硝で現部が困難だったり、借地権者が多数存在しており、権利関係が、 複雑化している場合がある。このため、比較的小規模な範囲で、中高層の再開発ビルを建設し、その中に、権利者を入居してもらうことにより土地の高度利用を、図るという制度が考えられ、市街地改造法、都市再開発法が制定された。ありがとうございます。